この辺りでいいだろう。特務機構はもう少し先だぜ。いいんだ、こいつは目立つからな。確かにな。そうと決まれば案内する。ついてきな。南夏野を守るため特務機構に協力を余儀なくされていた。彼女によれば黒服たちに指示を出しているのは伊田だ。南夏野が所持しているデータユニットから得た情報によれば、俺は殺し屋で森村を殺害する依頼を受けていたらしい。冬坂伊織、かつての記憶を失ったこの俺に対しても彼女は親身になって接してくれる。俺は彼女にどう答えるべきだろうか。歩道橋の上から特務機構のビルがよく見えるんだ。確認するか。ああ、どのビルが特務機構なんだ。見えるだろ、あれさ、警察署の隣のビルだ。何階だ。一番上さ。分かった、あとは俺に任せろ。お前は来るな。そうは行くか。お前がいると足手まといだ。それとも流れ弾に当たって死にたいのか。待てよ。今特務機構の事務所で私や黒服に命令を出しているのが誰なのかはわからない。お前が伊田だと言ったじゃないか。あいつは死んだ。東雲が撃って殺したはずなんだ。行けばわかる。応答しろ。見ていたな。私は用意周到だからね。君のためにゲストも呼んでおいた。冬坂伊織もここにいる。話し合おうじゃないか。早く来たまえ。歓迎しよう。死なないはずだ。ドロイドだったとはな。いや、死んだんだ。だがもしもの場合を見越してドロイドに記憶のコピーを取っておいた。その姿でループする気か。まさか。私自身のデータはすでに避難エリアに保存されている。ドロイドに後始末をさせるわけだ。私を次の世界に確実に送るためには自分が一番頼りになるからね。冬坂を話せ。関係ないだろ。いいや、むしろ危険な存在だ。どうやら君は私との約束を果たす気はないようだ。
記憶がないのを知ってて約束がどうと言っているのか。本人の口から聞いてみるといい。守備はどうだ。邪魔なものをうまく片付けたか。安心していい。すでに俺と涼子は複製データを避難させている。これで記憶を失う前のお前が次の世界へ行ける。あとは飯田哲也の指示に従え。よくやった。知らないな。どこの勘違いした間抜けだ。そうか、仕方がない。君が寝返るのも想定内だ。それに君たちが今さら何をしてももう手遅れだ。どちらにせよ君たちは消滅する。次の世界の君たちは私が必ず助けるよ。だから安心してここで死ぬといい。邪魔だ。心配するな。先にお前からだ、関ヶ原。森村が、うん、森村がなぜやり直しを諦めイージス作戦にこだわったか知っておきたくないか。セクター3の廃墟であんたに三浦を渡されたこともはっきりと覚えている。調子に乗ったさっきの録画もな。俺は記憶を保存していたんだ。それで思い出した。大丈夫？いや、困ったわね。動けない。表通りは黒服が張ってる。すっかり囲まれてるわ。蛍光 NM C0204 とラベルに印刷されている。プラスチック製のボトルの中は空っぽだ。もう俺に残された時間は少ない。伝言ダイヤルに俺宛てのメッセージを録音した。イージス作戦でこの世界を守れば勝てなくても生き残れる。だが残されるのは誰もいない廃墟だ。ひどいよね。薬はどうしたの？とっくに空だ。もう飲んでも効かない。どうすることもできない。頭が割れそうだ。俺の記憶がなくなったらきっとあんたを訪ねる。その時渡してほしいメッセージ。この時代の伝言サービスを使った。分かった。イージスシステムで全てのターミナルを封じてしまえばこの街はユニバーサルコントロールと切り離され、管理も制御も効かなくなる。だから人が消えるんだ。いくつかターミナルを残すようにすれば。ダメよ、そこが D に狙われる。この世界を諦めて次にかけるしかないのか。それも無理よ。私たちに次はないの。2188年の記録から衛星にリンクする方法を見つけた。衛星？この世界のものじゃない。本当の世界にある軌道上の人工衛星よ。そこからこの世界の仕組みが分かったの。何度でもやり直せるわけじゃなかった。我々のいるエリアは対応期間がもう限界。次に制圧されれば向こうの施設ごとリセットされて
セクターゼロも消滅する。セクターゼロ、なんだ、聞き覚えがあるぞ。症状が悪化してるわね。いいわ、よく聞いて。5つのセクターの他にもう一つ特殊なセクターが存在する。そこは空間がなく中を見ることはできない。セクターゼロはループの影響を受けない避難領域なの。転移装置で自分の情報を送れば世界がリセットされた後再生されるの。そうだ、それで次の世界に脱出できるといたか。だけど次はセクターゼロも消滅する。もう私たちはループできない。これが最後なのよ。次の世界には脱出できない。イージスシステムを起動すれば消滅は免れる。残るのが誰もいない廃墟だとしても。本当ならなぜ秘密にしていた。それは関ヶ原君。記録を消去したのは見られたくなかったのよ。誰にも知られたくは。2188年に何があって、今地球がどうなっているか知りたい。関ヶ原エイ、あなたの調べはついている。私を殺しに来た殺し屋ね。もう人類はこのコロニーの住人だけ。今となっては金で請け負う殺人なんて無意味ではなくて。俺もあんたを調べた。いつも殺す相手は詳細に調べ上げるんだ、忘れないために。ドキドキするわね。だけどあなたをその部屋から出す気はないわ。森村千尋博士、あんたは箱舟計画の研究資金捻出のためあちこちの危険な組織と接触してナノマシン技術を横流ししていた。しかもそれは今まさに地上を汚染しているやつだ。こうなると分かってやったことでは。声が震えてるぞ。責めてるわけじゃない。あなたの言葉など誰も信じないわ。誰かに話すつもりもない。忘れないためさ、人類を滅ぼした女の死に顔をね。何が起こったの。仕掛けておいた爆弾が爆発したんだ。発電エリア、なんてこと。すぐに復旧しないと生命維持装置が停止する。仕事はこの手で必ず終わらせる。俺の流儀だ。まさか扉のロックも。待ってろ博士、すぐにそこへ行く。ナノマシン汚染で人類は滅びた。それは私のせいで。関ヶ原くん、いけない、危険な状態だわ。このままでは。どうしたのお嬢ちゃん、こんなところに。覚えてないのも無理はない。最後に見たのは赤ん坊だったものね。森村千尋は私だけで十分よ。あなたは。計画の障害は排除する。森村が死ぬ前に
全てを俺に明かした。随分回りくどい嘘をつく。上坂伊織にも聞いてみるよ。お前を始末した後、ゆっくりな。セクターゼロだ。お前が自身を保存した避難領域だが、お前は消滅する。森村は現実世界の衛星にアクセスして、それで知ったんだ。次のリセットは今までとは違うと。現実世界の衛星だと。次に怪獣に負けると、この世界だけじゃなく現実の世界も影響を受ける。あっちへ戻るための施設エリア全体が作り直されるんだ。セクターゼロも残らない。イージス作戦をやらなくても次はない。もう誰もループできないんだ。衛星エリア、あの時トミが言っていたのはこのことなのか。まさか。てか奇跡おい、大丈夫か？生き残るための戦いは始まるのはそれだけ？そうだな、まだあるな。第一世代の改良型11番騎兵か。